佐々木敦氏は、防衛省海上自衛隊お月教育航空隊、数学教官、元代々木ゼミナール数学加工士、日本数学検定協会、実用数学技能検定1級、インド国際算数、数学能力検定協会、算数、数学思考力検定1級、G 検定、AI 実装検定、日本数学検定協会認定、 幼児算数インストラクター取得。読売中高生新聞、リスルの連載を担当。宮城県仙台市出身。山口県下関市在住。東北学院筒子が丘高等学校。東京理科大学理学部第一部数学科卒業。東北大学大学院理学研究科数学。専攻修士課程修了。東京アカデミー。 代々木ゼミナール講師を経て、2006年より防衛省、海上自衛隊お月教育航空隊で、航空学生の数学教官をしている。海上自衛隊に属しているが、自衛官ではなく、事務官職で、産休少子を二度受賞し、海上幕僚幹部人事教育部長からメダルを授与、されている。航空学生の前身である、海軍飛行予科練習生の数学教官を務めた。 東山系を主としている。そのため、東山系の格言、授業は楽しいだけでよいをザウの命としている。高校時代、代々木ゼミナールで覆面の気候し数理鉄人から数学を学んでいる。数理鉄人とは、現在も交流が続いている。東日本大震災の津波によって、仙台市若林区荒浜地区の実家が流される。災害時に懸命に活動していた、 自衛隊の仲間や教え子の姿を見て、自衛隊の活動を後世に伝えていきたいと思うようになり、広報活動を始める。大学時代から数式の作成は、レーテックスにイプシロンで行っている。ありがとうございます。